皆さんこんにちは、江ノ沢奈美です。今日は最近買って良かったものを紹介していきたいと思うんですけど、ただ紹介するだけじゃつまらないので、お家のちょっとした紹介も交えてお話できたらいいかなと思います。早速回していこうと思います。じゃあスタート。最近買った中で一番お気に入りのもの、もうこれは絶対1位っていうのは、じゃじゃーん、この花瓶でーす。この桜が今入ってるんですけど、この花瓶がすごくお気に入りです。和っぽい感じ、桜も似合うし洋っぽい感じのお花も似合いそうだなと思って買ったんですけど、これと水色の花瓶。お家にお花をたくさん飾っているんですけど、これはね1600円ぐらいでした。ちょっとね今ね光に当たってるからツヤっぽく見えるんだけど、加工がマットで安かったのにおしゃれで気に入ってます。このお花もかわいい。この2つは最近買った中でお気に入りの、もうね第1位ですね。これがあと最近購入したものなんですけど、じゃーんいろんな種類のマスクで、一番私が使ってて本当に好きなマスクは、韓国行ったら全員ほぼこの形の立体マスク KF94 っていうのかな、このマスクをつけてる。リップもつかないし呼吸もしやすいし、この辺3つはこれから使ってみようと思います。なんか洋服に合わせて色決めてマスクもコーディネートしてみたいなと思います。はい、あと香り系で言ったら、次に紹介するのは香り系、しかも香水とかじゃなくてお家の香り系でお気に入りなのを紹介したいと思います。私結構家の香り系すごく好きなんですけど、香水も好きなジョーマロン、最近また新しくスプレータイプのルームフレグランスを購入してみました。これはカーテンとかベッドとかの近くでこうやってシュッてしてもいい匂いだし、こういう空間に、あー高級感のある香り。やっぱイングリッシュペアは男女ともに人気だし、ジョーマローの中でも一番人気だと思うんですけど、この香りがしたら振り返っちゃうぐらい好きです私は。でこれで、あとは前ねのんののインスタライブでも紹介したんですけど、インテリアガーデンラベンダーベイルっていうお香、これは前に友達と京都に旅行に行ったんですよ。その時に友達がお香屋さんに行きたいって言って行った時に、なんか買ってみようかなと思ってパッて見た時に、あ、これいいじゃんと思って買ったんですけど、ザ・ラベンダーって感じなんだけど、なんて言うんだろう、なんかラベンダーほどやっぱお香だからちょっとねお香感はあるんだけど、それがすごくいい。初めてお香を使いたいって言って言う人とかにもおすすめです。ネットでも買えるからおすすめです。あとはこれです、紙のお香で、はい、ここですこうやって、なんて言うんだ、こういう付箋みたいな感じで入ってるんだけど、こうやって一個一個ちぎって使うんですが、なんかね、バッグの中とか、例えば玄関とかにこの紙のままポンと置いといてもすっごい匂うし、けどこのまま火を灯したら匂いがすっごい一気に広がって、このまま嗅ぐとバブリーな感じ。説明しにくいし、説明書もないから英語だし、全部英語なのかわかんないけど、うん、これはね Amazon で買いました。他にもたくさん種類あったのでおすすめです。あと香り系で言ったら、無印のアロマオイルもすごい良くてですね、私5つ持ってるんですけど、今もう1個は棚の奥の方にしまってて、ちょっと取り出せなかった。あと一個一個紹介していくと、とりあえず一個は、一個今ないやつは、ただいまっていうブレンドオイルですね。ただいまの香り。家に帰ってきた時にこういう匂いだったらいいな、みたいな香り。あとは、エッセンシャルオイルのレモンの香りと、これがヒノキの香りと、これはスッキリブレンドって言って、と、おやすみブレンドという香り。このね、無印のアロマオイルは、本当に、手軽に試せるし、無印商品だったらいろんなところにあると思うから、1500円ぐらいで買えるから本当におすすめです。これが私の玄関です。この絵はね、韓国のアートミュージアムみたいな、可愛くてお気に入りです。こういう絵が好きなんです私、ポップな感じの。こちらは玄関に置いてあるドライフラワーなんですけど、これ造花なんですよ。フランフランで買ったブーケなんですけど、6000円ぐらいですっごい大きいんですね。
この花瓶が30センチぐらいの高さなんで結構大きいブーケなんですけど、これねみんなにねぜひおすすめしたい。なんか家の中がすごい明るくなるし、パッと見造花だってわかんないぐらい綺麗なドライフラワーな感じ。これが最近買ったものの中ですごくね上位なんですけど、もうさっき1位って言っちゃったからあれなんですけど、大きい鏡です。じゃ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 ん。これがね、大きい鏡を置くことで私服とか撮ったり、あと YouTube で洋服の紹介が撮れるかなと思って買ったんですけど、いかがですか。90センチだったっけな。もうね立っただけで全身が映るのでめちゃめちゃ嬉しい。 Amazon で1万2000円くらいでした。すごいお気に入りです。この棚っていうのかな、テレビの横に置いてるんですけど、これねベッドサイドのテーブルとして売ってるんだと思うんですけど、ベッドの横に置き場がないのでテーブルの横に置いています。すごくお気に入りで IKEA の商品なんですけど、なんかねこれがあるだけでちょっとね韓国っぽく見えるんですよね。おすすめです。あとはねこのキャンドルはミントティーの茶葉がここに入っててすごくいい匂いなんですよ。これは代官山の蔦屋で買いました。お気に入りです。これも今日買ったものエソップのハンドミスト。もともと抗菌のハンドジェルは持ってたんですけど、イソップのハンドミストが最近出たということでちょっと買ってみました。イソップ大好き芸人なので新商品が出ると気になって見に行っちゃいます。これも新しく出た新商品、イソップのリップトリートメント。なんかねグロスみたいな感じで、香りはシトラスの香りなんですけど、寝るときに美容液として塗ってもいいと思うし、店員さん曰くこれとグラニュー糖とかを混ぜるとリップスクラブにもなるようになってるらしくて、まだ試してないんですけど試してみたいと思います。あとこのフランフランの絨毯ね最近買った。お気づきの通り家が新しくなりまして、それを機に購入しました。多分ずっとインスタグラムとか YouTube 見てくれてる方はなんか薄々家が違うなっていうのは分かってたと思うんですけど、初めてここで出しますこれはトイレの芳香剤っていうのかな、イソップで買いました。これもねほんとねおすすめです。なんかおしゃれで、トイレの芳香剤ってちょっとなんか似たり寄ったりなんですけど、こうやってトイレにポンって置いておくだけでなんかおしゃれに見えるっていう。急にお風呂場に来て真っ暗になってすいません。3日前ぐらいに買ったんですけど、お風呂のバステーブルっていうんですか、優雅にお風呂入る時のやつ、こうやって使うんですよ。でここにタブレット置いたりとか、まあ、携帯置いたりとか雑誌とか本置いたりとかするらしい。私がもともとお風呂に長く入るのが苦手なんですけど、最近入れるようになってこれあったらいいなと思って買ってみたんですけど、なんかすごくリッチな気分になる。この LED ライトは火じゃなくて電気で、 IKEA で買いました。こういうやつのセットでお気に入り、なんかリッチな気分になった感じ。じゃじゃーん、シャネルの入浴剤です。もともと高校生ぐらいの時からこのシャネルのチャンスの香水を使っていて、最近シャネルの限定で入浴剤が出たんですけど、チャンス結構使ってる人有名だからすごい多いと思うんですけど、これつけてると高確率で何のかいい匂いするって言われるくらい、シャネルのチャンス、まあ、すごくモテ香水だと思うんですけど、このね同じ匂いで入浴剤が出たんですよ。これをそのさっきのバステーブルと共にね香りを楽しむと貴族になった気分本当にねお気に入りです。はい、こんな感じで私の最近の購入品 with ルームツアーちょっとでしたルームツアーというほどルームツアーにはなってないんですが、またお部屋をきれいにして機会があったらルームツアーもしご要望があればやりたいと思うので、ぜひ今回の動画良かったらコメントしてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ちなみに今日着ているルームウェアはレブユでした。バイバーイ。